ノエル・ジョゼフ・テレンス・モンゴメリー・ニーダムは、イギリスの生科学者、科学士や、コンパニオンズ・オブ・オーナー・勲章勲釈師、氏、王立協会フェロー、イギリス学士ンフェロー。中国科学士の権威で、1983年11月29日に、中国社会科学院より名誉博士号が授与される。中国ではリアクという中国名で知られる。ライフワークであった。 大著中国の科学と文明は、中国文明のみならず非ヨーロッパ文明に対する知識人の見方を一変させるほどの衝撃を西洋世界にもたらした。1900年、ロンドンに医師の子として生まれる。ケンブリッジ大学で医学を専攻。在学中、ノーベル賞受賞者のフレデリック・ホプキンズとの開講をきっかけに生科学を志し、 発生性科学者の権威となった。1930年代後半より中国における科学発達史に関心を持ち始め、1942年から1945年まで蒋介石政府の科学顧問として重慶に滞在した。帰国後、ジュリアン・ハクスリーの推薦で国際連合教育科学文化機関の創立に関わり、 その自然科学部門を2年間担当した。1948年に、ケンブリッジ大学、ゴンビルキーズカレッジに戻り、以後、前人未踏の中国科学史の研究に没頭する。中国の科学と文明の最初の巻は1954年に出版された。当初7巻で完結する計画であったが、実際には遥かに巨大になった。 ケンブリッジ大学内のニーダム研究所で編纂が続けられ、1995年の没時までに計16冊が出版され、12冊分はニーダム自身によるもので、没後も出版が続けられた。1965年、ニーダムはケンブリッジ大学ゴンビルキーズカレッジの学寮長に選出された。ニーダムは若い頃から、 キリスト教社会主義者であり、また、中国に対する関心は1949年の中華人民共和国成立後も続けられた。ニーダムは1952年に中国政府からの朝鮮戦争の調査依頼を受け入れ、北朝鮮と中国で米軍が生物兵器を使ったと証言したことが論争を呼んだ。ニーダムは、 米国政府によって1970年代までブラックリストに載せられており2008年にニーダムの伝記を書いたサイモン・ウィンチェスターは共産主義に共感を寄せたニーダムを共産主義者が利用したと論評した1964年には州オンライト会見し1965年には英中相互理解協会を設立したありがとうございます